遊園地使ってくれてありがとう。そしてこっち。本当にダイバース people、 ダイバースカルチャーもダイバースだし、本当に多種多様な人たちがいて、そこが面白い。結構オールフェイズ電話、いろんな意味で本当コラコラ変わっていくから、昨日当たり前だったことが次の日違うっていう意味でもあるし、うん、日々みんなあのモチベーションを上げて初日のように頑張るっていう両方の意味、いろんな意味で使えるから、それは本当にいいあのカルチャーだ。まあ仮にまあ1から100までできるっていう風なところがあったら、その120ぐらいまで求められるっていうところがあるので、その毎回プロジェクトをやることに、ここの20の部分が、まあ、逆にその成長できるっていうところがあるので、非常にその成長っていう風なところで、あのこのエイミングフォーザハイストっていうのは私は大切にしています。コンテキストノットコントロールはすごい使ってますね。柔軟性とスピード感が非常に素晴らしい会社だと思ってます。遊園地を楽しむようなものと思っていただければいいかなと思います。あの例えば多分何名か行ってらっしゃるんですけど、あとジェットコースターのような1年でしたとか2年でしたって振り返られる方多いじゃないですか、うんうんうん、あのそういった期待値で多分いただければなと思います。あのそれはあのジェットコースター乗るっていうことは、まあ、早いし、ただその分やっぱ楽しさっていうのもあると思うので、この部分をすごく楽しむっていう観点でいくと、すごい、まあ、あの満足度高いのかな。そのジェットコースターなんですけれど、やっぱりその周りの景色も見なきゃいけないっていう部分が多少あって、で普通ジェットコースターに乗ってると周りの景色見てらんないと思うんですけど、やっぱりジェットコースターに乗りつつも周りの景色をしっかり見ながら、まあここ変化の部分だと思うんですけど、ここのところをしっかりまあ対応しながらも、そのまあ速度をまあ維持しながら行かなきゃいけないっていうところが非常にチャレンジングかなと思います。スピード感を持って明日何が起きるか分かんないっていう刺激があってっていうのは、もちろんたまに落ちる部分もあるんですけど、結局ジェットコースターってセーフリー着地するじゃないですか。風をむしろ感じていきながら、あの一瞬でやっぱり時間が過ぎていく成長の早い会社だなというふうに思います。お疲れ様です。すごいいい話だった最後、うん、ね。